ナンバー、アイ、東京ドーム製配信の裏側を公開。平野紫耀、神宮寺優太、岸優太が語る、違う形で戻ってこれたら、日本の人気アイドルグループであるナンバー、アイが、戸部所属として10月15日に東京ドームでの生配信を成功させ、その裏側を公開する動画を公式 YouTube で初公開しました。動画は、緊急性配信、ビハインドザイ e CNES と題され、 ファンには待望の舞台裏の一端が垣間見られる貴重な内容となっています。登場メンバーの車での到着から始まる緊張感、動画はメンバーたちが車で東京ドームに到着するシーンからスタートします。普段はステージ上で見せることのできない、リラックスしていながらも緊張感漂う様子がファンに新しい一面を見せます。特に、この瞬間には彼らの友情や協力がより感じられる瞬間でもありました。 東京ドームでの談笑と緊張の瞬間、ナンバー、愛のメンバー、平野潮、神宮寺雄太、岸優太は、東京ドーム内で談笑する場面や、生配信を控え、緊張しているかと思いきや仲睦まじく話す様子が映し出されます。この瞬間には、ファンが見慣れたステージ上の姿とは異なる、リアルな姿に触れることができます。さらに、ドームの反響音が気になったのか、平野が吠亡をする場面もあり、 メンバーたちの自然体な一面が今見えます。生配信終了後のメンバーの感想、生配信を終えた3人は、意外と緊張せずにできたと話しており、平野は神宮寺との配信前の戸部所属発表会見時との空気の違いに触れます。この瞬間は、グループとしての成長や結束を感じさせるものであり、不思議な感覚だよねと振り返りながら、今度はまた違う形で戻ってこれたらいいねと。 未来への期待を述べています。ファンにとっては、メンバーたちの成長と共に歩む感動的な瞬間と言えるでしょう。動画の反響と今後の展望、この舞台裏動画は公開から約5時間で30万回再生を突破し、ファンの熱い指示を受けています。ナンバー、愛の公式 YouTube チャンネルでは今後も定期的に動画が配信される予定とのことで、 ファンたちは、ますますメンバーたちの日常や裏側に親しみを感じることができそうです。これにより、アイドルとファンの距離がより縮まり、より深い結びつきが生まれることが期待されます。ナンバー、愛の、緊急性配信、ビハインドザイシーンス CNES、動画は、ファンにとっては待望の一瞬を捉えたものとなりました。メンバーたちのリラックスした様子や緊張感漂う瞬間が、 普段は見ることのできない一面を提供してくれました。30万回を超える再生数は、その人気の証であり、今後も同様の動画が期待されます。ナンバー、愛のメンバーたちは、これからもファンとの結びつきを深め、新たな形での活動に期待を寄せていることが伝わってきました。ファンは、ますますナンバー、愛の活動に期待を寄せ、彼らと共に成長し続けることでしょう。